県庁で行われた開始式には県警の乗金拓司本部長や山根武史副知事のほか関係団体などからおよそ60人が参加しました。悪質危険な飲酒運転や重大な交通事故に直結する速度超過などの取り締まりを強化し交通事故抑止を図ってまいります。県内では今年に入ってから昨日までに交通事故で40人が亡くなりました。このうち横断歩道を渡っていた歩行者は7人でした。運動期間中は車の運転手に歩行者優先の呼びかけや横断歩道周辺などでの取り締まり活動を重点的に行います。また歩行者にも交通安全教室や街頭での活動を通じて交通ルールを守り道路の横断時には安全を確認するよう呼びかけます。夏の交通安全運動は今日から20日まで行われます。